アイスランドは、西暦1000年に、キリスト教に改修した。アイスランド語では、この出来事は、クリストニタカとして知られている。アイスランドで見つかった、10世紀の北欧のライジントールの像。西暦9世紀のアイスランドの島では、アイルランドのキリスト教の僧侶が、バイキングの襲来を避けるため、あるいは世俗から離れるために、そこで暮らしていた。やがて、 北欧のバイキングが島に移住すべく渡ってき始めると、先住民である、この僧侶らを、アイルランド語で僧侶を指す、パパと呼んだ。僧侶らはバイキングを恐れてか、アイルランド語の聖書などを残して島を去っていった。9世紀から10世紀にかけて、アイスランドへの植民が進められていた。時期の初期の移民が到着した頃に、アイスランド最も初期のキリスト教慣例がおそらく、 始まった。移民の一部は、スコットランドやアイルランドから来た、ケルト系の人々で、キリスト教徒でもあった。しかし、初期の移民の大多数はアースを崇拝しており、異教的だった。ただし、異教の神々も次第に権威を落としつつあり、岩や山などを拝む人々や、バイキングとして生きるうちにか、自らを頼むいわば、神知らずの人々も現れてはいた。 例えばインゴールブルアルナルソンの義兄帝のヒョルレーフが、そのような一人で、神々への犠牲祭にも加わることがなかった。しかし体系化されたキリスト教官令は、おそらく世代を超えて、長く根付くことはなかっただろう。オーラブ2世はその遺体が1年後も、死の直後の状態を保っていた奇跡によって、国の守護聖人とされ、12世紀には、彼の偉業をまとめた書物、 パッションラビがエーステイン・エルレンズソンによりまとめられた。8世紀末頃より北欧からのバイキングがイングランドをたびたび襲撃しており、彼らへの対応に苦慮したイングランドをはじめとする国々は略奪行為をやめさせるためにもバイキングのキリスト教への改修を試みるようになった。878年、バイキングのグズラムがアルフレッド大王に敗れたことから、 イングランドにおけるバイキングの居住地を定める協定が結ばれた。これをきっかけにその地のバイキングはキリスト教を受け入れていった。北欧でのキリスト教家を進めたのは当初はイングランドやアイルランドの教会であったがブレーメンハンブルクからの働きかけが長期かつ継続的に行われ改修が進んでいった。北欧でのキリスト教家は旧世紀頃から始まっている。 ルードビヒ皇帝により派遣された、宣教師アンスガルが、デンマーク、スウェーデンに教会を建て布教を行ったが、異教徒による反撃があって退去した。デンマークには948年には、ユトランド半島の3カ所に、ハンブルクブレーメン大使教座からの使教がいた。960年頃には、ハーラル、アオハオが回収したが、それは、ザクセン公国のオットオケに敗れたためであった。 1103年か1104年には、デンマーク管区が、ハンブルクブレーメン大司教管区から独立し、その大司教座を、スウェーデンのルンドに置いて、北欧全体を管理するようになった。ノルウェーでは、奉魂全王が10世紀中頃に改修している。その後の王は、キリスト教徒であったが、異教徒は、改修を拒んでいた。997年には、 オーラブ・トリュグバソン王によるノルウェーを呼び、アイスランドの改修が始まった。しかし、王の死後は異教への信仰に戻っていった。997年には、オーラブ2世が再び国の改修に当たったが、農民、豪族の抵抗に、相倒れた。しかしオーラブ2世は、西王と呼ばれ信仰の対象となり、キリスト教が国教となっていった。スウェーデンでは、 10世紀に、ウーロブ・シェート・コヌング王が改修した後の王は、キリスト教徒であったが、異教の中心地であるガムラ・ウップサーラを抱えていたこともあり、改修は進まず、12世紀にようやく、キリスト教側が優位となった。フィンランドでは、1155年、または1157年に、スウェーデン王エリク9世が、フィンランド南西部を支配下に置くと、王によって派遣された。 宣教姿勢ヘンリックによる布教が始まった。ヘンリックを暗殺するなど地元は激しく抵抗したが、王権の支配が進むにつれて、キリスト教家が進んでいった。アイスランドにおけるキリスト教の採択は、伝統的に千年の出来事とされている。キリスト教の採択の前にあった出来事に関する、主要な情報源は、アリ・トルギルスソンのアイスランド人の書。 アイスランド人の佐賀、そして最初の司祭と伝道者についての教会による著作物である。改修を取り巻く出来事に関するありの報告は信頼が置けるようである。彼は改修の67年後に生まれたが、彼はその著作に直接の情報源から引用している。980年代に入るとアイスランドには数人の宣教師が訪れた。 彼らのうち最初に来た者は国外から帰ってきたアイスランド人であったようである。その一人がトルワルドである。トルワルドに同行してきたのはフレデリックという名のドイツ人の司教であったが彼についてはほとんど何も知られていない。トルワルドによるアイスランド人の回収の試みは限定的な成功に終わった。彼は嘲笑の対象とされ、結局、 二人の男性を死なせた争いの後に国から退去せざるを得なくなった。トールの心臓を破壊しようとするオーラブ王・ブオー。1908年出版の本の差し絵。995年にオーラブ・ブトリグバソンがノルウェー王となった時からアイスランドのキリスト教家を図る圧力が強まった。オーラ・ブオーは王権の確立より北欧へのキリスト教の導入に 力を入れた思向きがあるが、千年期の終わりが近くなったので人々を最後の審判から救済しようとしていたとも考えられる。またオーラ・ブ王は、ノルウェー滞在中のアイスランド人をミサに呼ぶなどしており、王自身の働きかけによってキリスト教を受け入れたアイスランド人もいた。そうした中には、アイスランドに宿の狩猟の息子キャルタニア、詩人のハルフレッドがいる。 オーラ・ブオーはアイスランドの回収に取り掛かった。オーはステブンという名のアイスランド人を彼の同国人を回収させるべく祖国に送り返した。ステブンはかつて手荒く異教の聖域と神の像を破壊していったが、これは彼の評判を悪化させ、彼は結局はアイスランドから追放されていた。アイスランドでは彼のその暴力的な布教活動がきっかけとなり、 神々を冒涜した者をその人の一族において告発させる一族の不名誉という法律ができていた。また、身内の者がキリスト教に改宗するとその人を一族の恥と呼ぶ風潮になっていた。そのためステブンは間もなく告訴されてしまい、ノルウェーに戻らざるを得なくなった。ステブンが失敗した後、オーラブは、 タングブランドという名の聖職者をアイスランドに送った。タングブランドは、ノルウェーとフェロー諸島で回収を迫ったことのある、経験豊かな宣教師であった。997年頃から999年頃に、かけてのアイスランドでの彼の不況は、ある程度成功したに止まった。彼は、 アイスランドに到着直後に滞在中の生活を援助してくれた有力な五ジシーダの春とその家族に回収を決意させた。また、ヒャルティスケ・ギャソンや彼のギフの白いギツールといった数人の有力なアイスランド人の族長を回収させた。しかしその過程で2、3人の男性を殺した。タングブランドは999年にノルウェイに戻り、 彼が回収に失敗した旨をオーラ・ブオーに報告した。すると、オーラ・ブオーはアイスランド人に対して直ちにより攻撃的な姿勢を見せた。オーはアイスランドからの船での旅行者に対しノルウェーの港への出入りを拒否し、ノルウェーに滞在中のアイスランド人の出港を禁じ、さらに数人のアイスランド人を捕らえて人質とした。これにより、 アイスランドとその主な貿易相手国の間でのすべての取引が立たれた。捕らえられた人質の一部は有力なアイスランド人族長の息子であり、王はアイスランド人がキリスト教を受け入れない限りは殺すなり危害を加えるなりすると脅迫した。王はまたアイスランドへ派兵することも考えていた。ギツールとヒャルティは王に アイスランドの改修を約束して彼らを釈放してもらいアイスランドへ赴いた。アイスランド共和国における限定的な外交政策はもっぱらノルウェーとの良い関係を維持することでほぼ成立していた。アイスランドにいるキリスト教徒は改修への努力を進める上で王の強制力を用いた。異教とキリスト教という二つの対抗する宗教は 時期に国を分裂させ、内戦の兆しも見えてきた。シンクベトリルで開催されているアルシングの19世紀の描写、ゴーザフォスの滝。その名前はキリスト教を採択した後に、そこに投げ込まれた異教の心臓にちなんでつけられた。この状況は、次の夏のアイスランド共和国の政治的な中枢であるアルシングの会議の間に頂点に達した。 朝廷者が介入するまでは、対抗する二つの宗教の支持者の間で、戦いが起こる、可能性があるようだった。ギツールとヒャルティは、キリスト教を受け入れるように人々に訴えた。しかし、旧来の宗教を信仰する人々も主張を変えなかったため、問題は最低の場に持ち出された。アルシングにおける法の宣言者、量産バトンの誤字トルゲールは、 恩恵で分別ある男性として知られており、調停者としては、双方が容認できる人物であった。シーバの春が彼に銀貨を持参し、双方が納得できるような決定をしてほしいと頼んだ。トルゲールは、アイスランド人が、キリスト教徒にならなければならないかどうかを決定する、ことに対する責任を引き受けた。調停することに同意すると、トルゲールは、 毛皮の毛布をかぶって休むことについたと一夜を費やし考え続けた。次の日にトルゲールは幼児の息と馬肉を食べることに関する古いしきたりを残しまた人目につかない異教の崇拝を容認するという条件をつけた上でアイスランド人はキリスト教徒になるべきであると告げた。人々はトルゲールの決定に従って洗礼を施された。自身は 異教の聖職者であったトルゲールは彼の持つ異教の心臓を取ってそれらを大きな滝に投げ入れた。その故事によって滝は現在神の滝として知られている。アイスランドでの回収の問題はこのように解決された。内戦は裁定を通して避けられた。アイスランドのこの平和的な採択は様々な点で注目に値する。というのはノルウェーの場合は 完全に、キリスト教家される前には、人々の間で数十年間の争いが続いたので、ある。また、オーラ・ブオーの死後には、異教の信仰に立ち返っていった。しかし、アイスランドでは、キリスト教の信仰が守られ続けた。これらのことは、アイスランドの主要な語字、俗長が、内戦よりも、宗教的な変化を優先させたためということで、説明がつく。 回収後のアイスランド人にキリスト教の知識をもたらしたのは主に外国からの司祭であった。アリの伝えるところでは3人の司祭はアルメニアから来たというが白式であり、本尻、書物通と呼ばれたバーナードはノルウェーの聖王ラブ王がアイスランドの法律をキリスト教精神に則った内容にする意図からアイスランドに送り込んだイングランド出身の司祭であった。 こうした中、ゴジはそれまで、異教の神々のためにあった神殿を教会に変えたり、子供を聖職者にしたりして、地位の保全に努めた。例えば、白いギツールは、スカルホルトに転居して、キリスト教の布教に努め、息子イスレイブをドイツに留学させて、アイスランドの最初の司教にしている。彼は、スカルホルト司教座を開いたが、 彼の息子、ギツールがその職を継ぐなど、司教は多くの場合五自の家計が代々継いでいった。約200年の間、教会は所有地を持つ権限がなく、一般人が教会の土地や財産を管理していた。1096年に教会に十分の一税を納める義務が決められると、税が教会のある農場を持つ五自や農民の収入となり、 複数の教会を持つ人もいた。教会を使用する語字が司祭となって二重の権威を帯びることもあった。アイスランドの主教座は当初ハンブルクブレーメン大主教官区の管轄下にあったが1104年にデンマークのルンドの広塚サ教区がスカンディナビア全体を管轄した。やがて1153年にノルウェーにニザロース大主教座が設けられるとアイスランドは オークニー諸島、ヘブリーデス諸島、フェロー諸島、グリーンランドとともに、その管轄下に入った。ニザロース大司教は、アイスランドの司教を援助することもあったが、ハーコン・ハーコナルソン王の時代までは、王権のそれと同様に影響力はまだ限定的な、ものであった。 アイスランドの多くの司祭は、一般の人々と同様に行動し、しばしば殺人や国訴にも関与しており、ニーザロス大司教を苦慮させていた。ニーザロース大司教であったエーステイン・エルレンズソンは1173年、アイスランドの聖職者だけでなく、全島民に対し、殺人の禁忌や特定の場合を除いて、国訴をしないよう呼びかけた。しかしエーステは、 スベれシグルツソン王と争い続けついには国を追われることとなり、この大司教の願いに島民が応じることはなかった。なお、千年のある神宮で認められた、馬肉を食べること、幼児殺し、そして非公式に行われる異教の儀式は、教会がアイスランドを確実に管理していくにつれ、禁止された。十九世紀の写本に描かれた司教4、オグムンダルソン。改修が、 政治的な理由でなされたこともあり、キリスト教が国教となった後も、旧来の宗教の精神が維持され、アイスランド独自の文芸が発展することとなった。教会では、ラテン語だけではなく地元のアイスランド語も使われていた。異教に関連付けられた、神話伝承は、他の地域のように消滅させられることなく、 ノルウェーから比較的新しい時期に伝えられたスカルド氏と共にラテン文字で記録されていった。また先のイスレーブが1057年にスカルホルトに司教座を開いた後、彼に指示したヨーンが1106年にホラールに2つ目の司教座を開いた。この2つの司教座には学校も設けられ、また、島内各地にも 学校や私塾ができ、5児の子供たちがこれらで学芸を学んだことから、キリスト教文化が、島民の間に浸透していった。なおシーバの春の子孫にあたる神父のセイムンドも、フランスからの帰国後に、オッディに塾を開いたが、スノリストゥル,ルソンはここで学んでいる。修道院も、5人以下の修道士を抱えた、小規模なものがいくつか作られたが、 このうち北部のシングエーラルの修道院は、修道士が、オーラブ・トリグバソン王や、聖英、オーラブの佐賀を書いたり、修道院長のカール・ヨーンスソンが、ノルウェー訪問時に、スベレの佐賀の冒頭部を書いたりしたなど、学問に、熱心な修道院であった。しかしこの頃の修道院の役割は、文化面以外では、限定的なものだった。日本語訳にあたり直接参照していない。 ありがとうございます。